常にお集まりの皆さん、こんばんは。関東は千葉県千葉市より参りましたカリスマよさこいチームカラスと申します。皆さん、今年のよさこい佐世保祭り第何回かご存知ですか？25回。すごすぎる。皆さん、わかりますか？お祭りが25回続くのは普通じゃないです。素晴らしいことです。きっと楽しいことも苦しいこともたくさんあったことでしょう。実行委員会の皆さんに皆さん拍手。素晴らしいです。そして皆さん、観客の皆さん、皆さんはただの観客ではございません。よさこい佐世保祭りの参加者でもあります。佐世保に文化としてよさこいを根付かせているのは皆さんです。自分自身に拍手しましょう。素晴らしいです。そして我々カラス佐世保6回目の参加、素晴らしい拍手。お前それ言いたかっただけじゃねっていうのはそこはいくです。我々カラス、確かに遠くから来ています。よさこい佐世保にとって大事な山形会場、毎年エントリーさせていただいてます。枠をいただいてます。遠くから来ているだけで枠をもらっているのではなく、しっかりこの会場にお集まりの皆さんに作品で演舞でいいものをお見せして納得していただきたいと思います。我々も皆さんも参加者の皆さん、第25回よさこい佐世保祭り初日のフィナーレ、もっともっと盛り上げていきましょう。お付き合いどうぞよろしくお願いします。
続いてのチームは東